テニスの王子様ドキドキサバイバル。はい、お久しぶり。今日はね、やっとお待たせしました、稲井先輩やります。いや本当いつからコメントあったのかわかんないけど、本当待たせちゃった感じがする。名前はね決めてやります。久しぶりって言ってもね、みんなから1日ごとに更新されてると思うけどね。あれ、いいってこれだけ。やばい、名前決めたのに全然。やばいやばい、探せ探せ。なんか物語の後半の方で下の名前で呼びたいのがあるじゃん。あれがさ、なんか飽きてきて、私もなんか普通の名前にしたいと思うんだけど、ちょっと名字はね別に普通じゃなくてもいいんだけど、なんかないんだけど。困った、ちょっとタンマ、もういいやこれで。もう稲井先輩の何にも関係ないけど、いろいろごちゃ混ぜな、これでいいや。あ、かわいいじゃん。やっとまともな名前にありつけたね、この子は。灰原愛と宮野志保をごちゃ混ぜにしちゃいました。宮野じゃない、灰原志保。いや、ほんとこのゲームやるの久しぶりだな。コナンのゲームもちょいちょいやってるからさ。私仕事なんですけど、よくねブックオフに行くんだけどさ、なんかあんまりなんか何のゲームやればいいのか分かんなくて、ホラーゲームとかもいいんだけど、なんかそのあいいなこのゲームって思って一応調べるんだよね、 YouTube で。そしたらなんかただのノベルゲームだったりするからさ、何のゲームやればいいんだろうなって言って思って、ずっとブックオフで30分くらいうろうろしてるんだよね。でも DS ができるようになったらちゃんと DS のねコナンの本を、テニプリの本もやりたいけど、てか PS4 が欲しい。たまに忘れるけどこの人が中学生なんだよね。それとなんですけど、ついに私のお姉様がですね、一人暮らししちゃいまして、いや寂しくてしょうがないね。今日遊びに行ったんだけど、すごい広いんだよね、一人暮らしの割に。なんかワンルームっていうの、結構私の友達とかに一人暮らししてる人がいて、部屋に遊びに行ったらすごい狭かったんだけど、うちのお姉ちゃんのはなんかもう家族が5人くらい暮らしてるように、暮らしてるようなすごい大きい部屋で、いいなって思ったわ。中学校の頃本当に仲悪かったんだけどね、なんか大人になったらすごいね仲良くなったんだよね。多分私だけじゃないと思うけど、これで兄貴とは相変わらず喋ってないですね。全国の兄と妹は本当に仲悪いからね。私弟が欲しかったな。テニプリのキャラだったら絶対に赤谷を弟にしたいな。いや意外とアトベを下につけてちょっとコキ回してみたい気もするけど、あいや、えまともな名前で呼ばれてるよ私が。なんだっけ、多分これの前はカイドウじゃない、面白だと思うんだけど、面白なんだっけ、多いだっけ。あ、いた、乾貞治。乾っていう感じがなかったんだよ。乾電池の乾で調べてみたけどなかったんだよね。乾さーん。あ、意外と手がちっちゃい、まばたきがない。何かな。そうか、ありがとう。この近くで何かないか調べてみよう。一緒に行こうか。灰原って名前かっけえよな。うん、これは何かありました。赤座だな。赤座とは山菜の一種だよ。新芽や若葉をおひたしや天ぷらにできる。へえ。おお、こっちには犬ビウも生えているな。
それも山菜なんですか？ああ、夏に採れる山菜はそう多くはないが、この辺りには結構あるようだ。じゃあいい食料になりますね。そうだな。あ、キノコいっぱい入ってますよ。ほう、どれ？これは大津ヶ岳か。食べられるキノコなんですか？ああ、松茸とまでは言わないが、かなり美味なキノコ。いや、柳か乾に聞けば絶対にわかるね。あ、含めとあっちにもこっちにもキノコが。うん、この辺りはキノコも多いようだ。取って帰りましょうか。いや、キノコは毒キノコも多い。俺もそれほど詳しいわけではないから、正体不明のキノコは取らない方がいい。あ、そうですね。しかし、大津ヶ岳は収穫だった。これについては取って帰っても大丈夫だろう。手伝ってくれて助かったよ。ありがとう。私何もやってないけどね。あ、ここら辺は全員攻略したっぽい。いやでも未だにね、手塚が一番キュンキュンしたわ。184。しかし大鳥くんよりはちっちゃい。大鳥くん1年でどんだけ伸びてんだよ。あの乾さん。ああ、どうかしたかい。灰原さん、本当に早ければいつくれ助けが来るんですか？理論上はね。お父さんたちもこの島にたどり着いてますよね。確率的にほぼ間違いない。私どうしても心配で。君は杞憂という言葉を知っている？知りません。うわこの状況的に、いや私は本当にバカだから杞憂という言葉すらも知らないんだよ。でもこの子は多分知ってる。え、あ、はい、古代中国の杞の国の人が天が落ちるのを心配していたという古事ですよね。そうだ。する必要のない心配をすることを杞憂という。今の状況とは少し違うが、しても仕方のない心配という意味では同じことだと俺は思う。あ、わかった。あ、一個だ。気持ちはわかるが、あまりくよくよしないことだ。なんか先生みたいだな。なんか余計にさ、余計に落ち込んでない？わかりました。てんてんてん。あ、セーブしてやり直したいな。乾さんか。この子を操作したいな。あ、ついに真田の記憶を消してしまうのか。このキーワードリストもね、意外と大事だったりするんだよね。多い。面白もいいけど、乾先輩こんな多いんだ。セーブしてもね。うん、おいきなり乾が来た。でもスキップしちゃった。声楽メンバーはほとんどやって、一回は全部終わって、誰やろっかな。海に戻ろっかな。じゃあ一回これ終わったら。で、毎回行ってる気がするけど。あ、巻き割ってる。乾さん、巻き拾いですか？ああ、そのつもりだが。それじゃあ手伝います。人手は多い方がいいでしょ。そうだな、すまないがよろしく頼む。絶対コナン君と同じくらい知識持ってるよね。あまり大きな薪は拾わなくていい。芝のようなもので十分だ。え、芝？芝というのは小さい木やその小枝のことだ。桃太郎にもあるだろう。おじいさんは山へ芝刈りに行きました。ということ。あ、そういうことなの？芝刈りって本当に芝を刈ってるのかと思ってた、ずっと。あ、女
同じこと言ってる。山へいちいち芝生を借りに行くのはいくらなんでも不合理だろう。言われてみればそうなんですが、小さい時はなぜか疑問に思わなかったんです。勘違いは誰にでもある。気にしないでいい。小さい頃の勘違いとかね、恥ずかしいよね。しかしこういう作業をしていると、臨海学校へ行った時のことを思い出す。臨海じゃなくて、あ、乾さんの臨海学校の思い出って何ですか？そうだな、最終日に台風が直撃してね。それは大変でしたね。外で何もできなくて部屋の中で勉強していたことがあったよ。せっかくの臨海学校なのに残念でしたね。君は臨海学校の思い出は何かあるのかな？私行ってないよ、そんなこと。ビーチボールとかは楽しい、ビーチボールとかをして遊んだのは出発の日に風邪をひいちゃって楽しかったような気がするんですが、上しかないでしょ、こんなもん。もうさ、下2つはネガティブでしょ。そうですね、ありきたりですけど、ビーチボールとかをして遊んだのが一番の思い出です。楽しかった思い出ならいいことだよ。そうそう、あんまり体調管理とかちゃんとできない人とかさ、あんまり好きそうじゃない。1個しか、半分しか合わなかった。まさか間違っていたのかな。十分だよ。ではそろそろ時間だ。上がって。あ、飛ばしちゃった。まあいいや、ここで1個上がるから。犬さん、巻き運びですか？ああ、広場に持って行こうと思ってね。大丈夫だ、この程度の量なら1人だ。あ、でもこれはやった気がする。そうだな、ではそっちの小さい束を運んでくれないか。ああ、ありがとう。そうだな、ではついでだから倉庫を整理したいので手伝ってもらえるかな。なんかこれどっかの世界線でやった気がするな。なんか身長が高い話をした気がする。こっちの方から片付けていってくれ。俺はこっちを片付ける。わかりました。この空箱はあそこの棚に開けておこう。よ、あれ届かない。どれ、貸してごらん。いいね。この棚の上に乗せればいいんだね。いいね。これでいい。すいません、ありがとうございます。いや、当然のことだ。背が高いと便利ですね。そうだな、確かに今のような時は助かるが。え、困る時もあるんですか？ああ、鴨居が低い家だとたまに頭を打つ。そうか、でも私は背が高いのは憧れます。やはり牛乳だろう。俺も牛乳を飲むようにしてから背が伸びたからな。カルシウムを取るのが一番だと思う。あ、やっぱりそうですか。君はまだまだこれから背が伸びるよ。いや、女の子はもう中学生で終わりたい。はーい。私もね、中学上がるまでは150なかったんだけど、なんか友達とかとすごい大勢で鬼ごっこをしてて、で男子に追いかけられてたんだけど、その鉄棒、低い鉄棒をくぐって、なんか結構ね、そうするとね、捕まんないことが多かった。噂が2個あったね。どうするか。まあでも最初、でも最初だからこそ行くべきなのかもしれないけど、CG がどっかで見れるかもしれないよね。そうだな、打ち水でもしましょうか。打ち水か、それはいい。水分が蒸発するときに地面の気化熱を奪い、温度を下げる効果がある。あ、なるほど、それで涼しくなるんですね。ああ、昔の人は原理など知らなくても経験だけで効果的な方法を考え出したんだ。それじゃあ早速用意していきますね。ああ、頼むよ。まさかこれで終わりとか言わないでよ。あ、やっと。あ、そっか、忘れてた。小学校からだ。その頃から公式でやっていた。へえ、小学生から公式なんてずいぶん早いですね。ああ、テニススクールに通っていたからな。その頃からそんなに背が高かったんですか？いや、その頃は普通だったよ。中学に入ってから、ね、男の子はみんなそうだよね。やっぱり背が高い方がテニスには有利ですか？ああ、だが絶対的なものじゃない。パワー、瞬発力、持久力、すべてが試される競技なんだ、テニスは。だからこそ楽しいんだ。本格的にね、最近暑くなってきてね。まあ半袖で出かける人多いと思うけど、私は夏が、
暑いのが好きだから、なんかねパーカー着ちゃうんだよね絶対に。まあ中身は半袖だけど。あ、乾がいない。やば、さっきセーブしとけばよかったな。いや、ちょっとやり直していい？え、待って、本当に乾いないよね。やべえ、さっきセーブしとけばよかった。しかも挨拶のところもなんか全部なくなっちゃう。まあいいや。噂が欲しいから。これ余談なんですけど、なんかこの間ね駅歩いてたんだよね。駅のホーム歩いてて、でサラリーマンのおっさんが暑かったからスーツを脱いで抱えてたんだよね。でなんかそれが落っこっちゃって、で周りの人が拾おうとしないから、私がそのスーツの上着拾って追っかけたんだよ、そのおっさんを。でね、で私その時めったに履かないハイヒールを履いてて、でそのおじさんがすごい歩くのが早かったから階段も登っちゃってて、で私がもうね走りづらいハイヒールで一生懸命走って、すいませんって言って、あ待って、これどうしようかな、あいやな、でもなんか光の矢だから普通にこれでいいや、すいません落としましたよって言ったんだけど、なんかね、あはいって言われたんだよね。ありがとうって言えよ、こらって思ったわ。さすがに切れそうになったわ。なんか20代の若い人だったらまだちょっぴりわからなくもないけどさ、40代くらいの、50代も言ってたかもしれない、そのおっさんは。そのいい年こいたサラリーマンのおっさんがさ、落とし物を女の子に拾わせ、ま、拾ってもらっておいて、あ、はいはないと思うんだよね。最近のこれイライラだから。あ、ここだね。ここでちょっとちゃんとセーブしておけばよかったな、さっきも。いや、マジでハイヒール走りづらかった。しかも私、普段はさ、普通のサンダルとかだったからさ、運動靴とかサンダルとかだから、なんでその時ハイヒール履いてんのかわかんないけど。いや、必死に走って、すいませんって言ってもさ、全然気づいてくんなくってさ、周りからすごい変な目で見えてたのにさ、すいません落としましたよ、あはい、いやさすがにあれは切れそうになったわ。よっ、なんだ、フェイト君よく練習してるよね。当然だ、努力家なんで私も見習わないと。俺なんかまだまだだ、俺よりもっと努力している人が身近にいる。手塚先輩ね。乾先輩だ。あれ、ああ、あの人は影の努力家だ。人知れず俺たち以上の練習をこなしていた。うん、影の努力家、そうだったんだ。俺もまだまだやらなきゃならねえ。みんなすごいんだね。乾先輩、もはやさ、ギャグ要因でしかないけどさ、昔はちゃんとすごいテニスやってたよね。あ、待って、日吉の声聞きに行こうかな。いや、サンダルでいいや。なんかサンダルにじっと見つめられると変な気分になってくるわ。ね、この動画を見てる皆さんもね、ちゃんとね、あ、喋ろうと思ったら何か悩んでいるようだね。え、いえ。大体見当はつくよ。君の父親のこと、そしてこれからのことが不安なんだろう。はい。君の気持ちはわかる。だが今はあまり気にしない方がいい。それはわかるんですけど。今はまず自分たちが今やれることをしっかりやっていくことが大事だ。まあそうか、そうよね。悩んでても解決するわけないし。ああ、俺たちがこうして無事だったんだ。君のお父さんもきっと無事だ。乾さんが保証してくれるとなんだか安心できるな。ありがとうございます、乾さん。もう大丈夫です。そうか、それはよかった。では、そろそろ昼食の時間だ。食堂へ行こう。いや、ちゃんとありがとうが言える人が最近減ってる気がするんだよね。
はダメだわ。いや、普通に匂でいいや。あ、一回も割り込み来てないね、今日。海側が良かった。どうでもいいよ。なんか匂いを見るのです。結構久しぶりだな。あ、いた。待って、噂がないか、チェック。本をよく読みますか？そうだな、よく読む方に入ると思う。あ、やっぱり。そういう君はどうなんだい、本はよく読むのかな？わからないです。これさ、相手の好感度さめっちゃ下がるでしょ、こんなこと言ったら。聞いといてわかんないです。私も乾先輩と同じですよ。そうですね、よく読む方だと思いますよ。そうか、それはいいことだね。本読むとね、そうそう、いろいろ楽しい発見があるんだよね。そうだな、いい本との出会いは、いい友人と出会うのと同じだけの価値があると俺は思う。そうですね、いろいろと考えられることや考えさせられることが多いですから。ああ、君とは話が合うな。あ、これはキーワード使えない。あれ？あ、そっか、さっきスキップやり直したんだ、忘れてた。電車の中、電車に乗ったらさ、スマホをずっといじっちゃうんだけど、でもなんか高校生とか中学生とかがさ、座って本読んでるのを見るとちょっと恥ずかしくないよね。おっ、お互い実りの多い時間を過ごせそうだな。本当じゃない。ああ、これか。柳さん、あ、柳の時に見たのかな。興味深いデータが取れそう。こういった特殊な状況からの、あ、そっか、みんなのデータを取ってんのね、こういう状況で。レンジ、次に対戦するときこそ勝負をつけよう、そう言いたいのだろう。はあ、その通りだ。あの二人ってどこか雰囲気が似てるな。まあね。水汲んでる。よっ、乾さん水汲みですか？ああ、そうだ、私手伝います。それはすまないな。では頼むとしよう。はーい。俺は水の入ったポリタンクを運ぶから、君はポリタンクに水を汲んでいってくれ。第一弾は運び終わった。水の方はどうかな？もう少しかかると思います。そうか。ではしばらく待たせてもらって。はい、そういえば乾さんって占いは信じますか？どうした？急に。俺は信じてない。私も信じてないよ。占いが当たったかどうかを調べるのが難しいからだ。人は当たったことは覚えているが、外れたことはすぐに忘れるからね。そうかな？君は占いを信じているのか？はい、信じて、私も信じてない。いい結果だけ信じる。なんかな、信じてない、なんだろう、普通に私は信じてないけど、でもなんか中学生とかの女の子だったら信じたいよね。いい結果は信じる。これは乾的にはダメでしょ。乾に合わせておいた方がいいのかな。私も信じてないんです。でも雑誌の占いコーナーとかを見るのは好きなんですよ。あ、それはわかる。いい結果が出ていると信じてなくても気分はいいですから。精神衛生上は良さそうだな。あんなただの気休めにしかならないよ。そうか。あ、今信じてますって言って犬を、ね、これで今日のノルマ説得させるべきだったのかな。あ、お疲れ様。あ、でも結果的に1個だからいいや。じゃあこの夕方のターンが終わったらおしまいで、今日は噂そろそろ、あーれれ、どう
しようかな。でも次犬がいなかったら困るから、学んだ、ちゃんとセーブしよう。灰原志保、いいね、可愛いね、この名前。ダメだ、うるせえ。犬さん、森で面白いものを見つけました。ん、何かな。これなんですけど、鳥の羽ですよね。これは極楽鳥のオスの羽に似ているな。これも誰かの世界線で見たな。別名を風鳥とも言う。主な生息地はニューギニア近辺だ。ニューギニア、そんな遠くにいる鳥がこの島に。確証は持てないが、可能性は否定できない。だが違う鳥の羽の可能性もある。でもこの羽とっても綺麗。極楽鳥のオスは求婚時にその美しい羽をアピールするためにダンスを踊るんだ。そしてメスに選ばれたオスが結婚する。へえ、そうなんですか。確かクジャクもそういう感じでしたよね。ただ最近の学説では、必ずしも美しい羽を持ったオスがメスに選ばれるとは限らないという結果が出ている。鳥にも好みがいろいろあるということでしょうか。ああ、そうなのかもしれないな。やっぱ頭いいな、犬。でもさ、コナン君は、工藤は本当は氷なんでしょう。だからさ、年下の犬の方がこれだけ知ってるってことは、犬の方が頭いいってこと。うん、なんだい。犬さんがデータを取ってるって話を聞いたんですけど、どういうデータなんですか。ああ、それはテニスのデータだよ。テニスの。そうだ、対戦相手の情報を集めている。打球の方向、その時の状況、結果などで。データを利用すれば、戦う前から相手に勝つことができる。敵を知り、己を知れば百戦危うからずというだろう。なるほど。他には趣味や好きな食べ物、座右の銘、家族構成もデータとして活用できる。そんなことまで調べているんですか。当然だ。そういった一見関係なさそうなデータもデータの分析には重要なんだよ。そうなんですか。さて、これで乾がいなかったら、いないっぽい。あ、いた。あー、柳、あ、どうしよっかな。まあいいや、まあ、一応セーブしたもんね。そうか、ありがとう。で、あれ、これさっきやんなかった。薪は少し大きめのものも拾っておいて。やってないね。はい、犬さんは海外旅行に行ったことありますか。修学旅行で台湾に行ったことが。すごいね、中学校の修学旅行で台湾。ああ、スクーターが異常に多くてね。人口比率で考えるとなかなかに興味深い数値だ。台湾美女っていいよね。君は海外に行ったことはあるのか。全然、なんで覚えてないの。海外に行ったらそれは覚えてるでしょ。ありますよ。あるにしとくか。普通に私自身はあるからね。両親と一緒にハワイ旅行ですけど。そういえば君の父親は船長さんだったね。船旅で行ったのかな。そうなんです。父は飛行機に従ってるんですが。なるほど。普段仕事で船に乗っているから、旅行の時くらいは別の乗り物に乗りたいという心理だね。はい、その通りです。また半分。これだけ集まれば十分だろう。そろそろ終わりにしようか。大きな船、漁船じゃねえや、豪華客船みたいな、あんなんだったら多分乗れるけど、ボートとかちっちゃい船とかにはもう乗れないわ。怖くて乗ったことないけど、なんか海見ると本当にゾッとするんだよね。なんかさ、アニメとかではさ、結構綺麗な青色とかに描かれてるけどさ、実際この間江ノ島行ったんだけど、見てないけど、泳いでないけどね、遠目から見てもめっちゃ怖かったもん、海。絶対にあれサメいるって。もうサメじゃなくてもなんかさ、中から出てきそうなんだよね、人の手が。ほ
本当に怖くて怖くてもっていう話をして今日は終わります。じゃあ噂あるけど次回は普通に犬に話しかけようかな。あれ、あ、こいつね。よし、じゃあパート1はこれで、ありがとうございました。